魔女会は知ってる？秘密結社みたいよね。彼女たちはかつて大胆にも風神に挑んだの。でも彼は歌を口ずさみ、ライアーを引き、死で争いを終わらせようと言った。それ以来、魔女たちは森の中、崖の近く、空の上でしか集会を開かなくなったわ。物語と秘密を持ってお茶会でわだかまりを解くの。魔女たちは争わない。この誓いを見届けるのは茶葉と美味しいケーキのみ。昨日愛する人を殺したわ。彼は老い病気だった、はあ、深く愛していたから、私は彼の運命を背負い、その苦痛を終わらせた。私は息子を一人育てたんだ。数ある子供のうち残ったのは彼一人だけ。母になったと言えるだろう。私の寿命は君たちほどではない。将来君たちの相手は私の絵本がする。もちろん君たちの子の相手もね。うん、そいつは面白い。占ってあげよう。予言で私たちの良き仲を引き裂かないでよね、親愛なる姉妹たち。どんなに恐ろしい魔女もかつては少女だった。でもいずれ成長する。だから自分の悩みを風に聞かせるの。国々の戦争も天地の崩壊も、世界がどうなろうと、魔女たちのお茶会は永遠にここで開かれる。